どれぐらいぶり？半年ぐらいかな。半年ぐらいか、うん、ちょっときつい。まだ最初は当然きついわな。まあね、あ、朝ここに来るまでは霧がめちゃくちゃすごかったんですけど、今あの空を見るとずいぶん晴れてます。これは頂上に行ったら景色いいのが期待できるかもしれないですね。そう、あの筑波山何回か来たことあるんですけど、いつも曇ってて会心の景色見たことないんで楽しみです。天井ザック、天井にさ、ザックがさ、触れちゃう、うん、もっと腰かがめで、もっと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 、よし、行け。来た来た来た、えっと、本当にこっち、もう母の体内くぐりってことは、うん、もう一度生まれ変わるってこと。生まれ変わった？生まれ変わった？わかんない。生まれ変わってない。頂上でカップヌードル食べたい。いや。汚っ。どうしよう。どこに足をつける？どっちかい。ベトベトしてる。え、なに？ベトベトしてる。うるせえな。ネガティブなこと言ってんのよ。それネガティブなの乗っちゃったらお父さんの評判が下がるだろうが。そう、爽やかイケメン親父。そうですよ。お父さんにはその要素1ミリもない説があるよ。1ミリどころか 0.1ミリ、うん、0.1ミリ。なんでそんな頭のついた感じやね。いや、なんか勝手に今そういう風についてるかなと思って推測ね。概念がない。推測。もうそろそろゴールだぞ。でもゴールじゃない。ゴールということはラーメンが食えるあ、思った。じゃあじゃあ行ってみようぜ。山頂滑落注意。大さん終わりました。じゃあ次は三幸ヶ原行って広場に行ってお昼ご飯食べましょう。はい、最後さあ、昼飯食おうぜ。そうですね、はい、食べましょう。はい、ね、今ここでしかね、火使えないから。そう、この囲みの中じゃあ、ふたば、何体勢いこう。はい、
のお参りして、ほら、うん、お参りして、うん、よし、じゃあ下山しよう、うん、な。よし、下山完了。はい、下山完了。はい、いや、楽しかった。よっしゃ、膝が笑ってる。あれ、今何時だ。1時か。7時からスタートして1時ってことは6時間もいたの。そう、遅すぎない？遅いってこと？遅すぎるだろう。いえ、だってまあいっか。ないよ、久々だし。ああ久々理由にね、全部仕方ない。いや、でも良かったね、上景色良かったしね。ね、うん、でも久しぶりに歩いてどうだった？ちょっと足が笑ってつらいそうか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。登山の動画はこれで一旦終了で、次はキャンプに行きます。キャンプの動画は、仲良し親子の登山日記のサブチャンネルの仲良し親子のキャンプ日記を見てください。ペコリー。ペコリー。